はい、こんにちは、ブルカーズ。オーバーロード496話見ていこうと思います。どうなってるのか、連絡はまだか。交渉で人に説明できるものを言うか。総司令官、砦がクワガの進行を受けているとのことです。砦のマジックアイテムで迎撃できないほどの数が攻めてきたというのか。大扉を閉めよう。しかし、まだ砦の兵が。赤門、用事ら10万人の命が優先だ。大扉を閉めよう。奴らを入れるな。総兵、前に。魔術師、最優先。アンダーボール、アンダースピア、早く捨てろ。大丈夫だ。この大扉はクワガー程度の牙や爪では破れない。危険ですが、何故なんかね、小説だとわからない描写がこうやってアニメでわかるのすごいいいよね。地上からの入り口にアンデッドが現れ、クワガワの件で話があると。アンデッドが？彼らはフェオライトで捕らえたクワグワから情報を引き出したそうで、クワグワたちが大裂け目の迂回路を見つけたので至急注意されたしと。私は魔導国の王アンデーゴン魔導王である。私は絶望のオーラレベル1らしいんじゃねえか。自らとは遅いいるな。クワグワの方はいいのかね。なるほど、私が来たことから全て読まれたのですね。もちろんその通りだ。読んでないけど。陛下は全てご存知のようだ。今のところ何とかクワグワの進行をしとどめてはいますが、援軍のあてもなく都市の放棄を検討しています。私はお前たちと国交を開くためにやってきたのだ。滅びてもらっては困る。どうだ、私の手を取らないか。上の摂政会の判断を仰ぐ必要があります。待つのは構わない。だがよくあるな、会議は踊るされど進まずということが。わかりました、総司令官。大やけどした。魔導王陛下、あなたの国のお力を貸していただきたい。難攻不落と名高い大裂け目も迂回されれば、あらら、もう立たなかったな。まもなく貴重な鉱石は俺たちのものになる。リューロ様もお喜びになるだろう。おい、王族の本体に連絡して。リューロっていうのは一番上のやつ。かしこまりました。なんか音がしますね。幸福か。ドアは全員皆殺しだ。行くぞジミラマ。なんだなんだなあら、あらららららら、うほほほ。なんだ、ドワーフたちの反撃でしょうか。まさか、あいつらが撃って出たと。やばいね。あれは、でもこう見るとさ、デスナイトって相当でかいよね。いや、マジででかくね。こんなでかかったっけ、デスナイトって。こう、なんかこいつらがさ、ちっちゃいからさ、でかさがバグるよ、なんか。わあ、妖子様、あれはゴーレムだな。ゴーレム、モンスターだ。おそらくドワーフが飼いならしたのだろう。さすがに登っては来ないようだが、撤収するぞ。この事態をリューロ様に伝えるのだ。結構優秀な部下だよね。現在我々の国に王がおると、摂政会という合議制を取っております。なるほど、こちらで今しばらくお待ちください。ああ、何で、どうかされましたか、魔導陛下。ああ、いや、こちらのこと気にする必要はない。それではすぐに摂政会に話を通してまいります。私の生み出したデスナイト2体の存在が消失した、うん、2体はほぼ同時に倒された。それが個人によるものであるならば、最低でも45レベル。これは見つけたか。プレイヤーならデスナイト2体くらい容易に倒せる。もしかするとシャルティアを洗脳した奴らが、うん、お待たせいたしました。それではご案内いたします。うん、魔導陛下が参られました。なんか全体的にあれだよね、建物がちっちゃいよね、ドワーフの国だから。私こそが魔導国が王、アインズールゴウン魔導王である。よくぞ参られました、魔導王陛下。まずはそちらにおかけくださいますか。最初にこの国を代表してお礼を申し上げたい。もし陛下がいなければこの国は滅びていたでしょう。困った時はお互い様だ。総司令官からは陛下は我が国と国交を開き交易を求められていると伺っていますが。その通りだ。帰国では手に入りにくいという新鮮な野菜や食料品、それに人間の国や魔導国の酒に興味はないか。
それで魔導王陛下はこの国の何が欲しいのでしょう。まずは鉱石だ。我が国は埋蔵量が少ない。なるほど。それと武具も欲しいところだが、ドワーフの武具は非常に優れていると聞いた記憶がある。クワゴワを撃退してくださった魔導王陛下には感謝の言葉もないが、即答はしかねる問題だ。無論構わない。さてそのクワゴワだが、彼らの信仰は私の方で勝手に対処させていただいた。そうだな。その通りです。陛下がいらっしゃらず大扉が破られれば、市民を動員しての都市決戦になったでしょう。しかしこのフェオジュラはまだ完全に平和を手にしたわけではない。大裂目を迂回する道が見つけられた以上、またクワゴワたちは襲ってきます。私としても帰国が滅びるのは困る。どうだ、私の力を使わないか。我が国力であれば帰国がしばらく攻められないような状況ぐらいは作れる。大変ありがたいお話ではありますが。そう、例えば奴らがネグラにしているフェオベルカナとか言ったか、そのかつてのドワーフの王都を奪還するとか。王都は取り戻すと？それはいくら陛下でも危険です。今のクワゴワたちは八つの部族を束ねる士族王が立ち、相当な力を持っています。なるほど、ね、王都に行くのは無理じゃよ。恐ろしい三つの難所があるからな。運よくたどり着けたとしても、あの恐ろしいフロストドラゴンもあるんじゃぞ。ほう、ドラゴンが。陛下、それでも可能だとおっしゃられるのでしょうか。可能だ。話がうますぎる。なぜそこまで手を貸す。それで何を欲している。言葉が過ぎるぞ。まるで知らんですから、うまい酒を出されて。お前は何も裏がないと思うのか。当然の疑問だな。理由の一つは、クワゴワたちよりは常識や取引という言葉が通じる帰国と国交を開きたいと考えているからだ。国交。それに勝ちに入った相手と負けかけている相手、どちらに力を貸した方が感謝が大きい。そして感謝を言葉ではなく物品で支払ってほしいというのが二つ目の理由だ。なるほど、報酬ということですか。この国のすべてのルーン交渉を我が国に招きたい。なんだって、まさか奴隷にするつもりか。交易を求める相手の国民をったお礼に、私はルーン交渉を招き、我が国でアイテムを作ってもらいたいと考えるんだけど。ここかっこいいな、これ。であれば、刻まれたアイテムを最優先でお売りするというのはどうでしょう。ダメだな、リターンが少なすぎる。ルーン技術を我が国に独占させる。これが帰国の王都を奪還する代価として我々が欲しているものだ。そうだね。この返事はいつ頃もらえる。そうですね、明日まで。現在我々はクワゴワに攻められているのだぞ。申し訳ないですが、先ほどの待合室でお待ちいただけますか。早急に結論を出させていただきます。なんじゃありゃ。どえらい化け物じゃないか。わし漏らしたと思ったぞ。絶対にあいつ悪じゃぞ。闇の軍勢じゃ、武具を渡すなど断固反対じゃ。何よりあの体では酒が飲めんじゃる。やはり酒を飲めん相手はどうもしないでけんわ。見たな、あの体では人質が大変だぞ、あの色は。ですが、クワゴワたちをどうにかできなければ国が滅びます。そして今我々を救ってくれるのは魔導王陛下しかおりません。魔導王陛下、相談の結果陛下のおっしゃる通りにすると決まりました。うん、では早急に砦を奪還し、クワゴワたちの再侵攻を抑止できるだけの兵力を貸そう。その代価としてルーン交渉を魔導国に派遣する件ですが、これも承諾いたします。ですが、同胞がどのように扱われているかを知るために、将来魔導国に調査団を派遣したいのです。許可していただけますか。もちろんだ。魔導国は調査団を受け入れると約束しよう。労働規則は守られないんだけど、まあ、西王国の話でカットされちゃったけど、ドワーフたちがすごい喜んで、マインズの国で働いてるシーンが描かれるんだよね。約束のものを渡してもらおうか。そこカットされちゃったのは結構惜しいんだよな。なんか、それでノーガンボ、その前にちょっとな。あの酒は陛下しか持っておらん。今度は釣れないの。あんなうまい酒は初めてじゃ。お前も飲んだらわかるじゃろ。わしは飲んでおらんよ。酒は好きじゃないからの。なんともったいない。ガンボは人生の8割は損をしておるぞ。ドワーフは俺めちゃくちゃお酒が大好きだ。なんでとじゃ、化け物じゃ。そうぞ、お静かに。アインズ様、何かお知られしたかい。いや、何も。まあ、シャルティアの側近としての働き方、こうやって見せて、こう黙らせるっていうのうまい。ルーン交渉である君たちに会えたことを心の底より喜んでいる。さて、私の話というのは非常に簡単な提案でありお願いだ。私の国に来て、ルーンによる魔化の革新的技術開発に取り組んでほしい。一つ聞きたい。なぜにわしらの技術なんじゃ。正直この国でも廃れていく技術じゃぞ。なんという、なんという剣じゃ。もっと近くで見せてくれ。頼む。うわぁ。静かにせよ。シャルティ。近寄るな。宇宙のルーンを刻み込むことは可能なのかな。それは無理じゃ。顔見えやないかい。ルーン交渉輝かしき時代、王のハンマーに6つ刻まれておったのが最高じゃ。
なるほど。ではやはりこれは失われた技術で生み出された武器だということか。失われた？私はあくまでも手に入れただけだ。そして作ったものはすでにこの世にはいない。なんということか。私は諸君に失われた知識の再現をお願いしたい。この大切な技術を復活させたいのだ。そのためにお前たちの力が欲しい。作りたいぞ。わしもじゃ。そうじゃ、わしも挑戦したいぞ。ここある意味プレゼンしてマインズの国に来てもらわなくちゃいけないっていう、ね、プレゼン終了。ああ、この開放感たまんないな。ひょーいって叫びたい気分だ。すごいです、マインズ様。完全にあいつら心が動いていましたよ。あれほどのことがマインズ様降臨。私は真実を語っただけだ。どうかしたのか、ゴンドよ。摂政会はルーン交渉を魔導国へ送り出すのに賛成されたのか。ああ。そうか、本当にルーン交渉は必要ないと判断したんじゃな。そうだな、ゴンドよ。だが私はルーン交渉に可能性を感じている。一つの国で捨てられようとも別の国で求められる。ならばそれはまだ終わりではないじゃないか。ありがたい、魔導陛下。その期待に応えられるよう全力を尽くさせてくれ。明日から私たちはしばらく出かける。どちらに出かけるので？お前たちの王都を取り戻しに行く。なるほどね。陛下、ご要望いただいた王都までの案内人ですが、この者が志願いたしまして。昨晩陛下と別れてから仲間たちに聞いて回った。王都までの道のりは誰よりも詳しいはずじゃぞ。ゴンド、お前に死なれては困るのだがな。危険は覚悟の上じゃ。王都にある宝物庫の中には王家に伝わる技術書もあるはずなんじゃ。何としてでも手に入れたい。私にコソドロの片棒を担げと。お前の国の宝だろう。わしらをルーン技術を失ってもいいと思っている国に技術書があっても意味がないではないか。たまたま宝物庫に行ったタイミングで私は盲目となりそうな気がする。ゴンドよ、お前の覚悟は理解した。大扉を開けろ。デスナイトが随分と派手になったようでありんすね。仕方ないな、マスフライ。おお。ここの飛び方さ、なんかマインクラフトのクリエイティブに飛んでるみたいな描写だよね。デスナイトを倒せる力を持ちながらわざわざ橋を落とす必要はないはずだ。シャルティアよ、これよりいくつかの注意事項をお前に言っておこう。おお、かわいい。え、この中に入れてんの？リボンの中に。なぜ危険かといえば、あれ、こんな描写あったっけ？あったか。間違いないからだ。全力で対応させてもらいんす。いや、決して全力を出す。なんでであれにしよう。相手の取るだろう行動を考えるのだ。相手が最も欲しているのはこちらの情報、戦力だ。おそらく使い捨ての襲撃部隊を送り込むなどして。何か気になるものでもあったかな。言うなれば能力を一つ一つチェックしていって、あのアインズ様。私なら強者に対してそういった行動を取る。いや、私の仲間たちもそうだ。思考の方々でもでアインズか。シャルティアよ、思考を回転させるんだぞ。思考を回転、思考を回転。それでアウラ、何か用があったのか。いえ、何でもありません。ん？そうか。では強敵に遭遇する可能性を踏まえ、周囲を警戒して進め。難所もまだ2つあるぞ。第2の難所は恐ろしい魔獣のいる灼熱の海なんじゃが、さあ最後の難所は死の迷宮じゃぞ。ここは氷河通用線、獅子の猛毒ガスがあちこちで吹き、無数の枝分かれした道が死へと誘うのじゃ。ガスと言われてもアンデッドは毒に耐性がありんすえ。お前たちは魔法で防御しておくか。ブレスオブティターニア、これで迷い道を最適ルートで攻略できる。なんと簡単でしたね。うん、間もなく王都だな。先に作戦を伝えて。簡単じゃないんだけどね。お前たちはクワゴアを相手にせよ。奴らが支配下に入るならよし。断るのであればナザリックが意を示せ。任せてください。かしこまりました。ドラゴンの相手は私がする。フロストドラゴンか。あそこに見えるアゼルリシア山脈の北方にはフロストドラゴンが多数生息していると言われています。そう、ここね、一気の時に言ってたよね。え、あ、名前までは確か。わあ、ここ出してくれるんだ。普通に嬉しいな。残念だよ。うわうわここ、うわ超いい。いや、超いいな。はい、ということで今回は、オーバーロード見ていきました。ちょっと吐きそうなんで、ちょっとここまでにしておきます。ちょっと、なんか、気持ち悪い。まあ、内容としてはすごいいいな、っていう感じでしたね。心に響くような感じだと思います。ちょっと吐きそう。